はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ミルバケストでございます。というわけでね、この帰り道第5回目かな、やっていきたいと思います。はい。ああ、もう、前回のニャンダーマンにはもう、疲れちゃったよ。ニャンダーマンのせいで。はい、じゃあね、続きからやっていきたいと思います。俺は携帯に表示されているニャンダーマンのアドレスを見つめる。くそ、こんなアドレス。アドレスを消す。そのまま残す。っていうことなんだけども、なんだろうね。残しておいたら、後々なんかあるかもしんないね。助けてくれそうな感じが。だからちょっと残しとこうかな。残す。はぁ、あ。もういいや。消すのもめんどくさい。一気に疲れてきた。まさにそれですよ。こんなところでいろんなことに巻き込まれるとは思いもしなかった。ふと、宇佐美の占いが頭をよぎる。まさかな。携帯電話をしまい、静まり返った路地裏を見回す。当たり前だが、猫はいない。あれだけいろんなことがあったんだ。だいぶ遠くに行ってしまっただろう。もう、会えないんだろうな。とりあえずハンカチで適当に汚れを払った後、裏路地を抜け、通りに出る。何軒かお店があるが、人通りは少ない。何気なく歩いた先にコンビニを見つけた。そういえば、喉乾いたな。あの猫を見つけてからずっと走ってきたんだ。むしろ喉の渇きを忘れていた方がおかしい。意識し出すと無性に何か飲みたくなった。俺は自然とコンビニへと足を運んだ。ああ、いいね。コンビニに入ると俺を含めて2、3人ぐらいしか客はいない。店内では数年前に聞いたことがある曲が流れているだけで、比較的静かなものだった。俺はまっすぐに飲み物コーナーへと行き、一番安いミネラルウォーターを手に取り、レジへと向かった。しかし店員がいない。どういうこと？すいません。どこにいるかわからない店員に声をかける。ああ、少々お待ちください。誰だろう。お菓子が陳列された棚からひょっこり頭が見えた。普段から客、数は少ないのだろう。若い店員が一人だけだ。若い店員。いらっしゃいませ。店員は急いでレジに来るとすぐに会計を始める。はい、105円になります。ああ、105円？ということはこのゲームはまだ消費税が5%の時のゲームなのかな。もう今は8%なんだよ、猫たくん。俺はぴったりお金を払う。ちょうどいただきます。ありがとうございました。俺は店員に目もくれず、すぐに蓋を開け、水を一気に飲み込む。最高だ。ただの冷たい水をこんなに美味しく感じたことはない。生き返るような心地だ。そんな小さな幸せに浸っていると、俺は思いついた。すいません、地図ありますか？ああ、ありますよ。大体のコンビニには近所周辺の地図が置いてある。小さい頃道に迷った時にコンビニで道を聞いた経験があったので、そのことを思い出した。店員はクリアファイルに入った A4 サイズの地図を持ってきた。ここって今どこですか？鳩宗町だけど。で、今ここ。鳩宗町。予想通り学校の隣町だ。家とは反対方向だから、ここに来たことは一度もない。無理してここから家に帰るより、学校に戻ってから家に帰宅した方が迷わなくて済むかも。隣町の高の目高校に行きたいんですけど。高の目高校か。だったらバスで一気に着くはずだよ。店員は地図でバス停までの道のりを簡単に教えてくれる。まあ途中で交番もあるし、迷うことはないと思うけど。そうか、ありがとう。なんとか家には帰れそうだ。正直猫のことが気がかりだが、空を見上げるとすでに夕方になり、空を赤く染めている。仕方ない。帰るか。俺は家に帰ることにした。もうどうしようもないのだから。コンビニを出ようとした時、雑誌コーナーに目が行った。そういえば今日は週刊中年ジャンボの発売日だ。俺はそれを思い出し、雑誌コーナーへと足を運ぶ。え？何？嫌な予感がする。何？
雑誌コーナーでしゃがみながら入り口の方を少し覗くと、黒ずくめの格好をした男が入店するのが見えた。全身黒のジャージにこの時期にはまだ少しだけ早いんじゃないかと思うニット帽をかぶって、さらにはサングラスをかけマスクをして、どう見ても明らかに怪しい。俺は、もうまたかよ、よいしょ、さてさてさて、凝視したらなんかすぐにあれだ、あれっぽいから気にしないことにしよう。まあどうでもいいや、花粉症とかだろ。俺は気にせずお目当ての雑誌を探す。人気のある漫画雑誌なだけあってすぐに目についた。あった、ジャンボジャンボ。その時だった。おとなしくしろ。ん？店内に男の声が広がる。なんだ？俺は思わず店内の奥に行き、商品が並ぶ棚に隠れた。そこから声がする方を覗く。わーお。やっぱりね。さっきの黒ずくめの男が店員に向かって何かを突きつけていた。店員は突きつけている腕から目を離さず、両手を上げただ固まっている。もしかしてこれは、こうだね。変な動きしたら撃つぞ。早く金をこれに詰めろ。やっぱり強盗だ。なんで立て続けにこんな場面に遭遇するんだ今日は。撃つぞってことは、強盗は銃を持っているってことか。これはシャレにならないって。ぼさっとしてねえで早くしろって。店員はひたすら怯え、立っているので精一杯な様子だ。さっきまで優しかった顔が真っ青に衰弱している。強盗は店員に向かっていろいろと指示をしているが、困惑して動けない店員に手間取っている。店内を見回すと、いつの間にか他の客はいなくなり、残っているのは俺だけになっていた。雑誌コーナーは店内のくぼんだスペースに配置してあり、入り口からだと壁が邪魔してそのスペースは死角になる。そのせいで強盗は雑誌コーナーでしゃがんでいた俺に気づかなかったのかもしれない。だとすると今、強盗にバレたら、俺もどんな目に遭うか。頭の中が混乱してきた。早くこんなところから逃げ出したい。お腹が鳴ったのかい？腹から小さな音がした。うん。呆れた。こんな状況でも人間は腹が減る。さっき水を飲んだせいで一気に胃が動き始めたんだろう。でもここはコンビニ。幸いなことにすぐ近くに食料ある。何か食べちゃうから。いやいやいや、何言ってんだ俺は。早くこの状況を何とかしないと。警察に電話。と言っても、ここで電話をかけたら話し声ですぐに俺の存在がバレる。そんなことよりここを何とか出て助けを呼んだ方がいい。でも万が一にも強盗に襲われたら、腹が減って力が出ず最悪な展開になるかもしれない。んー、どうしよう。念のために何か食べておくか。うん。だ、どうなのよ。だんだんわからなくなってきたな。どれが正解なのか、この道が正解なのか不正解なのかわかんないな。でもそんな場合じゃない。食べたらダメだ。いやいや、そんな場合じゃない。時間はないんだ。早く行動しないと。俺は本日二度目のほふく前進で入り口へとゆっくり進んでいく。混乱して言うことを聞かない店員のおかげで、強盗は全くこっちに気づいている様子はない。この調子で行けば、なんとか。こんな時に限って、さっきとは比べ物になれないほどの大きな音が店内に響く。誰かいるのか？強盗は案の定俺の存在に気づき、迷うことなく目の前に立ちはだかる。そしてその腕には、ん？ KY な腹。もうなんだよ、もうまったく KY な腹じゃねえよ。店内のもの勝手に食えって言うの？わかったよ、じゃあ食えばいいんでしょ。食えば。俺は二人にバレないよう適当に一番近くにあった菓子パンに手を出す。静かに音を立てないように袋を開け、一気に飲み込む。甘いのはあまり得意ではないが、そんなわがままを言っている状況じゃない。何もたもたしてんだ、早くしろよ。強盗はイライラしている。店員はレジのお金を開けようと必死になっているが、混乱してボタン操作を誤っているようだ。店員が時間を作ってくれたおかげで俺はなんとか菓子パンを食べ終えた。よし、少しは腹が膨れた。あとはここから出ていくだけだ。
本日2度目のほふく前進。強盗にバレないよう、なんとか入り口まで地面を張っていかなくては。俺は音を立てないように着実に前へと進めていく。入り口に近づくたびに聞こえてくる強盗の声も大きくなっている。俺の鼓動も大きい。こんな緊張感は二度とごめんだ。あと少し、あと少し、あと少し。自動ドアが開いたら一気に走り出して。自動ドアが開く前に入店音が鳴り響く。なんてバカなんだ俺は。入店音の存在を忘れていたなんて。どうやらこのコンビニは扉が開いた時に音が鳴るのではなく、扉に設置しているセンサーが付近の人間に反応して音が鳴る仕掛けになっていたらしい。案の定強盗は俺に向かって黒引きしたものを向けてくる。何じめた這いずり待ってんだ貴様。いや、その言葉は今日で2度目だ。俺だって好きで地べたを張ってるわけじゃない。正直恥ずかしいからそこには触れないでほしい、誰だって聞いてんねん。強盗はさらに銃を俺に突きつけながら質問してくる。俺は、思わず答えた。俺はただの猫好きな高校生です。俺はただの迷子になった高校生。これは猫好きな高校生じゃない。ねえ、俺はバカ正直に答えた。は？想定外な返答をされ、拍子抜けと言わんばかりの反応を返される。客がいたのか。少しでも長生きしたかったらそのまま頭を押さえて伏せてろ。俺はすぐに言われた通りにした。頭を抱え目をつむりながら伏せる。なんてバカなんだ俺は。普通に考えればただの高校生がこんな状況を何とかしようと考えてたこと自体間違いだったんだ。そうだ、おとなしくしているのが一番なんだ。さっさと金を持って帰ってくれ。突然の音、誰か来た。警察か。つむっていた目を開き顔を上げる。そこには予想外の人物がキョトンとした顔をして立っている。誰。あれ?猫太くん?あれ、愛じゃん!どうしたの?さっき学校で会ったばかりの奥寺さんがいた。なんでこんなところに。俺は驚きを隠せなかった。そして驚いたのはもちろん俺だけではなかった。くっそ!突然の来客に焦り混乱したのだろう。強盗は反射的に彼女に銃口を向けた。嘘だろ!俺はとっさに、これ10までしかないんだ。そっか。じゃあ一番最初の方を消していこう。よし。じゃあ危ないと変わったか、逃げろと呼びかけ、変わったらなんか撃たれる気がすんだよね。ちょっと呼びかけてみよう。うん。逃げろ。店内に銃声が響き渡る。その瞬間、俺の目の前に立っていた彼女は後ろに倒れていく。その光景はまるで映画やアニメのようなスローモーションに動いて見えた。そして地面に倒れた彼女はピクリと向こうが、嘘だろ。彼女の白い制服が胸元から徐々に赤く染まっていき、生温かい赤黒い液体が俺の方まで流れてくる。俺は横たわる彼女へと近づいていく。おいマジかい。奥寺さん。彼女は俺の呼びかけに全く反応しない。軽く揺すっても反応しない。強く揺すっても反応しない。なんでこんなことに。彼女が何をした。入り口にふと目をやると、見失ったはずのあの猫がこちらを見た。なぜここに。でもそんなのはもうどうでもいい。黒ずくめの男がこちらに近づいてくる。いきなり入ってくるこの女が悪いんだ。もう一人撃っちまったんだ。もう引き返せない。男は何か自分に言い聞かせるように独り言をつぶやいている。そして、男は俺に何かを向ける。ああ、銃か。これが彼女を殺したのか。そして、これから彼女を守れなかった俺。じゃあ、俺も彼女を殺したのか。そうか、俺も。ああ。もうどうでもいいや。俺は男に向かってこう言い放った。
さっさとやれよ。最後に猫の鳴き声がかすかに聞こえた。俺も、もうなんだよ。じゃあかばおう、かばおうよ。俺は彼女に向かって走り出した。危ない。え、俺は彼女を抱え込むように飛び込む。あ、アイちゃんの悲鳴が。大きな音が一斉に響く。一瞬視界が真っ暗になる。俺は生きてるのか。痛くない。どこも怪我はしていないようだ。よかった。本当によかった。その瞬間だった。何？にゃー。なんで？男の情けない声が聞こえる。あ？あ！おー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 、すごいすごいすごい。まさか猫ちゃんが。そこにはあの猫が果敢にも強盗に飛びかかっていた。猫は強盗の頭にへばりつき、尻尾を立てながら攻撃している。怒っているようだ。強盗の手元から銃が落ち、俺の近くに滑り込む。なんだ？にゃー。強盗は猫を振り払おうと暴れる。しかし猫はそんな強盗をかわしながら頭から離れ、マスクが取れかけた強盗は顔のか取れかけた強盗の顔は猫の引っかき傷でボロボロになっている。本当だ。殺してやる。猫は店内の奥へと逃げている。強盗は顔を真っ赤にしながら猫を追いかけている。このままだと猫が危ない。猫相手に本気になってんじゃねえよ、おっさん。ああ、誰がおっさんだ。しまった、つい。強盗はこっちを睨みつけ近づいてくる。とっさに立ち上がろうとすると、手のひらに柔らかい感触があった。あ、奥寺さんが横たわっていた。俺はとっさに彼女から離れる。そうだ、さっき彼女をかばったんだった。ごめん、大丈夫？起き上がった彼女は押し黙っている。もしかして頭をぶつけたのだろうか。そんな彼女を心配している間にも強盗はこっちに向かってくる。まずいぞ。俺は近くにあった銃を手に取り強盗に向ける。来るな。撃つぞ。重い。この重さが本物の銃なのだと証明している。こんなもの持つのは生まれて初めてだ。くそ。ドラマや映画のように銃を構えてみるものの、自然と持つ手が緊張と恐怖で震えてくる。ああ、お前みたいなガキに撃てるのかよ。確かに脅し程度で撃つ気なんかない。そんな考えは相手にはお見通しらしい。でも後ろには奥寺さんがいる。ここで引くわけにはいかない。彼女と猫に手を出したら本当に撃つぞ。ああ。顔が引きつるのを感じながらも俺は精一杯の強気を出す。嫌な汗がにじむ手で銃の引き金に指をかけた。怯えているのだろうか。背中から奥寺さんが震えているのがわかる。なんとかして彼女を逃がさないと。奥寺さん、早く逃げて。奥寺さんの様子を伺うも、彼女の長い髪が顔を隠して表情が見えない。あ、その時不意に放課後の光景を思い出した。もしかして。俺は耳を塞ぎ、すぐにカウンターの横の隅に隠れる。キャー！奥寺さんの絶叫が店内をこだまする。放課後よりも凄まじい声量。ウケー！やめてー！何かが倒れる音、何かが壊れる音、そんな音に混じって男の叫び声が聞こえてくる。あたりは埃が舞い上がり、煙たくなった。それと同時に静寂も訪れる。俺は恐る恐るカウンター越しから頭を覗かせた。
綺麗に陳列してあった棚が崩れ、倒れ、新しい商品が散乱している。美味しそうな食べ物が今では見るも無残なことになっている。その中に埋もれるように黒ずくめの男がうつ伏せに倒れている。ピクリとも動かない。そしてカウンターの中から放心状態で半べそかいている店員が尻餅をついていた。うっそー。あまりの光景に俺もあっけに取られる。いや、どうしよう。今日話せるようになったばっかりなのに、恥ずかしいよ。え？原因である奥寺さんはその光景の真ん中で真っ赤になった頬に手を置き、独り言をつぶやきながらなぜか喜んでいる。そんな彼女の下で倒れている黒ずくめの男にそっと近づく。やっぱり気絶しているようだ。これは一応は事件が解決したってことになるんだよな。俺は手に持っていた銃をカウンターに置いた。こんなもの、できれば二度と持ちたくない。あ、そうだ。猫は？俺は散々散らかっている店内をくまなく探す。カウンターの裏や従業員の部屋、トイレにもいない。もしかして商品の下敷きになったのかもしれない。そう思い散らかった商品をかき分けるが、そこにもいない。あれ？逃げたのか？いつの間に。でも、少し安心した。彼女の暴れっぷりに巻き込まれていたら、怪我してもおかしくなかっただろう。外に目をやると、中の騒動に気づいた人たちが集まってきた。おい、大丈夫か？何があったんだ？声をかけてきた男の人が中の光景を見て驚いている。その他にも、興味本位で店内を覗いたり、携帯で写真を撮ったりしている野人が増えてきた。中には警察に電話をしている人もいる。警察が来たらこの状況をどう説明しよう。まさか誰もあんなおとなしそうな小柄な女の子がやったなんて信じないだろうな。俺は奥寺さんの方を見る。哀れたせいか、彼女の制服はところどころ汚れていた。奥寺さん、大丈夫？え、はい。彼女は過剰に反応する。あれ、どうしてこんなに散らかってるんですか？どうしてって。彼女はあたりをキョロキョロと見ながら驚いている。自分がやった記憶がないようだ。彼女の出すあの破壊力は無意識から出るものらしい。気にしなくていいよ。知らなくてもいいことってあるから。そんなことより、これ使って。制服とか汚れちゃってるし。さっき出会った変態ヒーローからもらった猫のハンカチを彼女に渡した。俺も少し使ったからちょっと汚れてるんだけど、汚れを払う程度ならまだ使えると思うからさ。あ、どうも。彼女はハンカチを受け取ると大きい目をさらに丸くしている。男が持つには可愛いハンカチだ。やっぱり変に思うんだろうな。外に目をやるとさらに人が増えていた。強盗事件なんて滅多に見られるものじゃないんだ。野次馬が多くて当たり前だ。警察が来たら事情聴取とか受けなくちゃいけないのかな。めんどくせえ。あのさ、めんどくさいのが嫌なら警察が来る前に今のうちにここを出た方がいいかも。え？彼女はこの状況や自分の立場さえも理解していないようだ。苦笑いしながらも彼女の方に目をやる。俺はめんどくさいのは勘弁だから先に。猫だ。コンビニの入り口にいた猫に向かって俺は指を差しながら叫ぶ。猫はすぐに外へと逃げ出してしまった。え？なんですか？ちょっと待てよ。俺は困惑する奥寺さんを置いて走り出す。ね、猫たくん。ん？ありがとう。ああ。俺は簡単な受け答えだけしてコンビニを立ち去る。ありがとうって。助けてもらった俺のセリフじゃないのか。まあいいや。明日学校でちゃんと俺から礼を言おう。あの猫がひたすら走っている後ろ姿が見える。さっき見失ったと思った猫とまた再会できるなんて、思いもしなかった。また姿を見られただけで、俺は嬉しかった。しかしあの猫は何なんだろう。俺が一方的に追いかけているだけかと思いきや、あっちから助けてくれたりもした。気になる。
あいつは何を考えてるのだろう。しばらく走り続けていると、猫は右に曲がった。俺もそれに続き右に曲がる。あれ？公園だ。まだ何人かの子供たちが無邪気に遊んでいる。あいつは？猫は？キョロキョロとあたりを見回すが、いない。公衆便所や遊具を探すも、やはりいない。また逃げられちまった。俺は疲れてベンチに座る。空を見上げると日が沈み、徐々に暗くなり始めていた。それに伴って、さっきまで遊んでいた子供たちも帰っていく。公園の中央にそびえ立つ時計を見ると、6時になろうとしていた。ああ、テレビ間に合わないな。テレビ番組のことを思い出した。今日はいろんな動物の赤ちゃんスペシャルで、とても楽しみにしていたのだ。それを猫一匹で諦めることになるとは。いやいやいや、でも撮ってんでしょ？録画してんでしょ？まあ、いっか。母さんが録画してくれてるはずだし。しばらくぼーっとしていると、小さな影が見えた。二つの尖った耳のシルエットが見えてくる。猫だ。もしかして、向こうから来てくれたのか？おーい。違う猫だった。あれ？なんだ？あいつじゃない。普通の野良猫だ。正直がっかりしたが、あいつから俺の方に来るわけないか。お前どうしたの？腹減ってるのか？あれ？野良猫増えたぞ。あれ？別の猫も来た。ん？何？え？何？なん、にゃんちゅうって違うのが出てるよ。にゃんちゅうだよ、でしょ？お姉さんでしょ？違う、にゃむにゃむ。にゃ。にゃー。ちょ。どういうこと？どういうこと？増えていく。猫が増えていく。気づいた時には俺の周りに多くの猫が集まっている。なんで？本来なら幸せな状況であるはずだが、徐々に暗くなり始めている今は猫の光る目が少し怖い。完全に囲まれてしまった。猫たちは明らかに俺に対して敵意を出している。ちょっとこれはやばいんじゃ。その時だった。あー、またウサギが出た。死神ウサギ。目の前の一匹の野良猫が俺に向かって飛びかかりながら猫パンチを繰り出した。俺はそれに対して、また右左かー、くそー、どっちだー、どっちなんだというところで、あ、結構やっちゃったのかな。今日は終わりにしたいと思います。はい、ここまで見てくださってありがとうございました。ミルバゲストでした。ではまた次回、アデュー。